エドワードリー・ルーカスは、アメリカ合衆国ミシガン州ケント郡グランドラピンツ出身の元プロ野球選手、野球指導者。ウト右ミギウチ。2004年の MLB ドラフト8巡目で、カンザスシィ・ロイヤルズから指名され、6月16日に入団。2010年オフの11月6日に FA となり、19日にアトランタブレーブスと契約した。2011年は、 a 級 q ミシシッピブレイブスとトリプル a q グーインネットブレイブスでプレーした。オフの11月2日に FA となった。2012年1月18日にロサンゼルスエンゼルスオブアナハイムと契約。この年は三加のトリプル a q ソルトレイクビーズでプレー。オフの11月3日に FA となった。2012年12月10日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結んだ。 2013年は、トリプル A 級ニューオーリンズ・ゼファーズで開幕を迎え、5月29日のタンパベイレーズ戦でメジャーデビューを果たした。この年は、内野の控えとして94試合、2014年は69試合に出場した。2014年10月10日に、ウェーバー工事を経て、テキサス・レンジャーズへ移籍した。オフの11月3日に、FA となったが、24日に、 マイナー契約で再契約した。2015年は、トリプル a 9ラウンドロックエクスプレスに配属され、メジャー昇格はなかった。11月7日に FA となった。2015年12月17日、シアトルマリナーズとマイナー契約を結び、2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕から、 トリプル A 級タコがレーニアーズに配属されたが、メジャー昇格はなく、5月17日に自由契約となった。2016年5月20日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。トリプル A 級リノエーシズに配属されたが、メジャー昇格はなく、11月7日に FA となった。2017年からマーリンズで管理高知県。 ビデオリプレイコーディネーターに就任することになり、2018年まで務めた。ありがとうございます。